中国の原子力潜水艦が台湾海峡で沈んだとの話を最近多く目にしています。日本の処理水問題は原子力潜水艦事故の目をそらすなんて話も出てきています。追跡して調べていきますね。日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているそうですが、どこがそんなにすごいのでしょう？それを見ていきたいと思います。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海上自衛隊の最新鋭潜水艦を、竜の引き渡し式が行われました。欧竜は、広島の5基地を母港とする、そう、竜型潜水艦の11番艦です。広大な日本の領海を防衛する新戦力として、実戦配備の日を迎えたというわけです。5といえば海軍基地として有名ですね。大ヒットしたアニメ、この世界の片隅にの舞台も5でした。戦艦ヤマトの勇姿が呉港に浮かぶシーンもありましたね。そういえば、太平洋戦争末期、アメリカは、本当は軍港である呉に原爆を落とす計画だったそうです。しかし、天候の問題で広島に落としたのだと言われています。欧竜のデータを紹介しましょう。基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、幅 9.1 メートルとされ、通常動力型潜水艦としては、世界でも有数のビッグサイズと言われるほどの規模なのです。そう、竜型潜水艦のエンジンですが、10番艦までは、ディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛製の蓄電池を併用した推進方式を採用していました。しかし、11番艦欧竜派ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式の併用となりました。かなり大きな変更があったということになります。ここで気になるのが欧竜の速力です。公表値は水上で13ノット、水中で20ノットなので、エンジン機関を大きく変えたのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と大した違いがないことに気がついた方もいますよね。言うまでもなく、現在の潜水艦という兵器の位置づけは最重要軍事機密に該当します。となると、その重要な兵器の性能を簡単に推測されるような正しい数値を公表するわけはありません。つまり、あえて従来艦と違いの少ない値を公表していると考えるべきではないでしょうか。また、最新鋭艦欧竜だけでなく、従来の双竜型に関しても、連続潜航可能時間や最大潜航可能深度等、潜水艦の性能に関する重要な情報は、極秘事項として一切開示していないのです。厳重機密ということが明白ですね。言うまでもなく、潜水艦のデータを隠しているのは一言なく、世界的にも同じ傾向です。となると、欧竜の公表値水中速力は20ノットですが、実速度とは全然違うのではないかと推測する人も多いそうですが、当然といえば当然ですね。データを隠したり、ごまかす理由は、水中速度と連続潜航可能時間が分かれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国に把握されてしまう恐れがあるからです。発見されることなく、隠密行動を取る潜水艦の活動範囲は、絶対に敵に知られてはならない情報です。特に、通常動力型潜水艦は、絶対に秘密にしておくべき情報です。では原潜なら大丈夫なのか？ということですが、実は、原子力推進型潜水艦は、機関部分だけを考えると、理論上、ほぼ無限に連続航行できるのです。原子力を利用した機関は強力ですから、水中速力も30ノットは出るだろうというのが一般的な知識です。ですから、原潜は、通常型とは逆に隠す必要がないので、隠したとしても、バレバレで意味なしと言った方がいいのかもしれませんね。現実的には、原潜でも、それを動かす人間、乗組員は艦内で生活していますから、食料など物資の補給はどうしても必要です。また、狭い艦内に缶詰状態に置かれることに耐えていかなければならない人間の精神面の課題なども様々あるでしょう。
つまり、源泉自体は動き続けるとしても、中にいる人間にとっては、その中での長期にわたる生活は、困難が伴うものと考えられます。話を追う流に戻します。鉛蓄電池より出力の大きいリチウムイオン電池を採用しているので、10番管までの従来管と同じ水中速力とは考えられません。瞬間的なパワーなら原子力推進型に遜色ないのではないかと思われます。原子力推進型潜水艦にメリットが多いのは確かでしょう。だからこそ、アメリカやイギリスなどのように保有している潜水艦のすべてが源泉である国々が軍事力では優位ということは明らかです。確かに、建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を無視すれば、原子力推進型は一番パワーがありますし、これに勝てる機関は今現在は存在しないとも思われますから、無敵と言えましょう。ちょっと飛躍した例えですが、原子力推進型というのは、簡単に言うと、人気アニメ、新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関、人類の敵とされる人が体内に持っている永久機関のようなものと考えられます。つまり、無限に近いエネルギーを発生できる仕組みと考えていいでしょう。永久機関については、古くから作りたいとか、作られたが壊されたなど様々噂されてきましたが、はっきりと発明されたとは公表されていないようです。最近は、永久機関という言葉も、ほとんど目にしなくなりましたが、永遠はないと考えた人類は、永久機関を考えることを止めたのでしょうか。原子力推進型か通常動力型かに関係なく、潜水艦の性能の優先事項になるのは最大潜航深度と言われています。どれぐらい深く潜れるかが、敵のソナーから逃れられるポイントと言えましょう。当たり前のことですが、膨大な海中全域を一度に索敵することは非常に困難でしょう。つまり、敵のソナーより深く潜ることができれば有利というわけです。要するに、敵より深い位置にいたら、下から敵を攻撃できるんですからね。あるいは、実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が、同じ海中、ごく近くに潜んでいるのかもしれないという不安を感じさせるだけで十分なのです。もし、敵の潜水艦がいたら、自分たちに危険が迫るわけですから、その場から離れるなど、水上艦艇の行動は、かなり制限をかけることができるはずです。敵の捜索行動を牽制する力があるのは言わずともわかりますね。船体に使われている素材の強度から見て、防流波約 600m 以上の深度まで潜航可能ではないかとも推測されています。中国海軍潜水艦の深度が約 300m ということですから、それが事実なら、防流がかなり優位とも思えますね。しかし、舞台と想定されるのは、水深の深い太平洋ではなく、水深の浅い東シナ海や南シナ海です。ここを、中国海軍との対潜水艦戦の主戦場と仮定した場合、横流ではオーバースペックではという指摘もあるそうです。簡単に言うと、横流をここに投入するのは、もったいないということなのでしょうか？ライオンは、ウサギを仕留めるにも全力を出すという言葉があります。強力な兵器を出し惜しみしてチャンスを逃しては元も子もないと感じます。太平洋戦争末期の戦艦ヤマトの例を思い出してしまうのは筆者だけでしょうか？潜航深度以外にも日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由はもう一つ静粛性です。視界が悪い深い海中では潜水艦の動きは音で判断するしかありません。となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が有利なのは自明の理ですよね。横流は通常動力型潜水艦ですが、原子力推進型より構造的に優れているポイントを極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持つ潜水艦になったというのです。中国潜水艦浮上事件が横流の静粛性の証拠になるかもしれません。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に中国海軍潜水艦が突然浮上したのです。海中に隠れて行動するはずの潜水艦が浮上したことで大騒ぎになりました。
尖閣諸島付近の海中でこそこそ活動していた中国潜水艦を発見し、空自と海自が執拗に追跡し、相手覇王龍からは逃げられないと判断して、しぶしぶ浮上したのが真相だろうと見られています。要するに、追跡されるまで中国側が気づかなかったということですね。王龍の静粛性の凄さを痛感したのではないでしょうか。中国海軍原潜には、数多くの騒音トラブルが発生しているそうですから、秘匿性に関して、王龍は世界最高水準の潜水艦であると断言しても間違いないでしょう。新たな戦闘機の開発、日本、イギリス、イタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアプログラムがいよいよ動き出しました。アメリカのロッキード・マーティン社との共同開発が固いとめされていた点を覆し、大気な変化を見せた日本。今回は、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社による機関部の開発について詳しく見てみましょう。IHI 社の高い技術力で、国産の機関部の完成に期待。2022年も最後の月を迎えた12月9日、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP グローバルコンバットエアプログラムと名付け、日本とイギリス、イタリアの3カ国によって共同開発を行うことを正式に発表しました。日本とイギリスでは、2021年の末には、次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うことが決まっており、2022年の初めより、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社において実証実験を始動、2022年2月には、次期戦闘機用のレーダセンサー類の実証実験機の共同研究も決定していました。したがって、今回の日本とイギリス、イタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを公式に各国政府が認めて満を持してのプレス発表と言っていいでしょう。この GCAP グローバルコンバットエアプログラムで開発される戦闘機は、航空自衛隊が運用している F2 戦闘機とイギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用されます。この2年ほどで急速に強化された日本とイギリスの間での次期戦闘機をめぐる協力関係ですが、これまでのアメリカのロッキード・マーティン社が開発技術のサポートという形で関わるのが当然だという動きに区切りをつけた形となりました。太平洋戦争での敗北後、自衛隊が装備する戦闘機などの軍備につながる産業分野において、アメリカ製の機体を製作に応じて、日本の企業が調達するといった形で制御され、航空機の開発技術も大きく後退することになりました。今回の次期戦闘機開発は、現在、航空自衛隊が保有している F2 戦闘機の後継機が目的で、そもそも、F2 戦闘機開発の段階では、国産機を開発する計画でしたが、当時、エンジン部の製造が技術的に困難で、三菱重工業者を主としながらも、アメリカとの共同開発となり、F2 開発当時は、日米貿易摩擦が影響し、日本とアメリカ間において、政治的な問題から、アメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースとすることが求められ、国産化が果たせませんでした。その F-16 戦闘機、ファイティングファルコンの各部において、胴体を延長し、主翼の大型化など、機体の大型化が行われたほか、日本の最新電子技術も盛り込まれ、大掛かりな変更が加えられ、必要な追艦攻撃能力が強化されました。ところが、完成した F2 戦闘機の機体の中核である制御部分の情報が日本に公開されなかったため、後の状況の変化による日本での自由な仕様変更を行うことはできませんでした。
そこで F2 戦闘機開発の経験をもとに、その後継機開発に際しては日本の三菱重工業者を主契約企業として、その下に国内の各分野の関連企業を決め、日本が開発の主導権を有することを前提として進めてきたのです。もちろん、アメリカのロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も視野に入れていましたが、これまでのようにシステムなどの情報をブラックボックス化される可能性も否定できない状況で、日本とアメリカの意見が折り合わなかったのではないでしょうか。そこで、次期戦闘機開発において、戦後初めてアメリカ以外の国、イギリスとイタリアに日本を含んだ3カ国で協力し開発、配備が決定し、これまでのアメリカとの関係とは違い、対等な関係での開発になると期待されています。さて、今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムの開発にあたっては、日本では三菱重工業者が主契約者となり機体を担当し、IHI 社が機関部を、三菱電機社が電子機器を担当することが決まっています。そして、イギリスからは、BAE システムズ社が全体の統括と機体を、ロールス・ロイス社が機関部を、レーザー、センサ部の電子機器等をレオナルド社が担当し、チームテンペスト計画そのままでもあります。そもそも、この3カ国による GCAP が決定する前は、F2 戦闘機の後継機には、日本の IHI 社が製造した国産のエンジンを使用するとの見方もありました。それは、日本の次期戦闘機開発の一環として、防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験機用に開発した XF5 エンジンや XF9 エンジンがタービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力やステルス性の確保に対する推力に関して次期戦闘機に十分に対応し得る品質であり、すでに2018年に1機ではあるが、 IHI 社が防衛整備省に納入しているからです。そこで製造された XF9 エンジンは地上での動作確認ではあるが、アフターバーナーの使用時には最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録し、世界標準クラスの数値を示しています。この FX9 エンジンは現在の防衛装備庁と IHI 社が次期戦闘機開発の一環として2010年から開発開始されたもので、基本的なコンセプトは、スリムで大出力である、ハイパワースリムエンジンと呼ばれました。XF9 エンジンを搭載する戦闘機の、ステルス性能を極限まで高めるために、スリム化を推し進め、同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することは、大きな目標でした。そして、近年では、戦闘機による空対空戦闘は減少しているとは言っても、今回の FX9 の大出力は、戦闘機としての高機動性を保持するために不可欠な条件であり、敵のミサイル等による攻撃の回避にとても重要です。こうして出来上がった国産の戦闘機用 FX9 エンジンですが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値もクリアしていますが、実用機でのテストはまだ行われていないので、量産化には時間がかかりそうです。XF9 は、戦闘機開発において、国産化に向けて、一定の成果を上げており、次期戦闘機への搭載に期待されます。さらに、イギリスのロールス・ロイス社との関わりの中で、これまでに培われた技術が、いかに活用されるか注目されます。イギリスのロールス・ロイス社といえば、イギリスやイタリアが採用している現行のユーロファイタータイフーンの機関部の開発も主導しており、世界的なエンジンサプライヤーです。そのイギリスのロールス・ロイス社ですが、テンペスト計画における機関部の開発には難航していると伝えられており、戦闘機の機関部の開発がいかに難しいか考えさせられます。ロールス・ロイス社が開発する機関部は、著しく電力を消費することに対して、スモールコア電力、熱制御、すなわちコアは小さく、電力は大きく、発生する熱を制御することに取り組んでいます。しかし、そんなロールス・ロイス社の技術力は、アメリカには劣るとはいえ、
日本の XF9 エンジン技術よりははるかに高く、これからの戦闘機に求められる発電能力と冷却性能の分野で先行していることから、やはり開発の主導権を握るのではないでしょうか。そして IHI 社製の FX9 エンジンですが、小スペース、将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現していますが、まだ発電能力と冷却性能の分野では譲るところもあり、今後これまでの開発を生かし実用機での採用を期待したいですね。 IHI 社は2007年7月に社名を変更しましたが、それまでは石川島播磨重工業株式会社として、江戸末期から160年を超える歴史があり、日本の三大重工業の一角を支えている代表する企業です。航空宇宙事業、エネルギープラント事業を手掛けており、日本初のターボジェットエンジンを開発するなど、航空機の分野においてジェットエンジンの製造では日本国内で 60% のシェアを誇っています。 IHI 社がライセンス生産したものには、現在航空自衛隊が運用している F2 戦闘機に搭載しているゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンがあります。また海上自衛隊が2013年から運用を開始している P1 哨戒機に搭載されている F7 エンジンは IHI 社によって開発され、小燃費低走音が特徴で実用化量産化されています。このエンジンはターボファン形式の高バイパスエンジンとして、民生品にも応用が模索されています。海上自衛隊が運用しているヘリコプター搭載型護衛艦の出雲型や、ミサイル護衛艦のマヤ型の建造を手掛けたジャパンマリンユナイテッド株式会社は、ユニバーサル造船と IHI マリンユナイテッドが合併して誕生しており、もともとは IHI 社の造船部門から派生した企業であり、 IHI 社の技術力の高さが伺えますね。海上自衛隊の新型護衛艦もが、2型護衛艦の建造がハイペースで進められており、6番艦のアガノが進水し偽装中とのこと。日本の海を守る護衛艦が、毎年2隻ずつ就役していきます。今回は、この護衛艦の最新型である秘密について見てみましょう。少人数化された AI 護衛艦の凄さは、世界に知られることに、世界に向け、日本の高性な護衛艦を販売していくといいのかも。海上自衛隊の新型護衛艦、もが、2型の建造がハイペースで進められ、2022年3月に、2番艦の熊野、翌4月に、1番艦で、ネームシップの、も、神が、そして、年末の12月に、3番艦の城が就役を果たし、日本の海を守る一員に加わりました。そして、今年2023年は、ここに、さらに、3月の予定で、4番艦の三熊、年末の12月に、5番艦の矢作が就役を迎える計画となっており、6番艦の阿賀野が、2024年3月に就役を迎える予定で、矢作と阿賀野は、三菱重工業者中崎造船所において現在浸水し偽装中です。もが2型護衛艦は1年で2隻ずつが継続して増加していく状況となっています。当初22隻の建造が見込まれており、収益から40年間の運用が想定されていましたが、防衛省は新型の FFM の建造は12隻と公表しています。ちなみに
もが、御方護衛艦の名前には、日本国内の河川の名前が使用されています。もが、御方護衛艦は、海上自衛隊の艦艇として、これまでになかった FFM という、新たな艦種記号を冠されているが、これには、艦艇の規模を示す、フリゲート艦の意味と、多用途嫌いを指し示す意味があると解釈されています。FF は、フリゲート艦を意味し、艦艇の大きさは、駆逐艦よりはやや小さく、コルベットより大きい航洋護衛艦を指し、対戦、防空能力を有しており、揚陸部隊、補給部隊、商船団などの艦隊護衛が主な任務です。そして、機電のマインと多機能性を意味するマルチパーパスの頭文字 M を合わせた新たな艦種記号で、これまでの対戦、対空、対艦における任務以外に嫌い機能が導入されました。これまで掃海艦艇が行ってきた対嫌い戦能力まで任務するということです。海上自衛隊では、これまで護衛艦の位置づけを諸外国海軍における駆逐艦、デストロイヤーと同様にしてきました。そして、海上自衛隊では、汎用駆逐艦からヘリ空母と呼ばれるような大型の艦艇までもまとめて、護衛艦と呼んでいます。海上自衛隊の艦種記号には数種類あり、例えば混合型護衛艦のように艦対空ミサイルを多数搭載し、艦対防空を主な任務とするイージスシステムを搭載したイージス護衛艦には、誘導ミサイル、ガイディッドミサイルの G をつけて DDG としています。そして、出雲、型や、ヒューが、型護衛艦のように、広大な全通飛行艦板を有し、ヘリコプターを運用する能力を備えている護衛艦には、ヘリコプター搭載護衛艦、ヘリコプタールの H をつけて DDH としています。また、秋月型護衛艦や村雨型護衛艦などの汎用型護衛艦 DD よりやや小ぶりで、近海、沿岸海域の防備を担って活動している、阿武隈型などの護衛艦には、護衛、エスコールトの E をつけて DE という艦種記号がついています。近年、海上自衛隊では、一定規模以上の艦艇を、すべて護衛艦という呼称で統一しているため、フリゲート艦という区分は、アメリカからの供与を受け、1950年代から1970年代まで運用されていた、クス型護衛艦以来となります。もが2型護衛艦、FFM は、2013年12月に公開された25大綱によって、新型護衛艦の構想が明らかになりました。こうした新型護衛艦の建造は、2014年から2024年の間に、旧式護衛艦4隻が退役する予定とされていたため、それらを入れ替え、増強を図ることを目的としながら、また、中国、ロシア、北朝鮮の海洋での軍事活動が活発になったため、今後、海上自衛隊は、ますます激しさを増すことが予想され、南西諸島方面に対して、消費と化を図った小型艦艇での監視任務を強化することが求められ、FFM という新艦種の藻が、御方が計画されたのでしょう。設計当初、藻が、御方護衛艦の船体は、多様な任務に対応する能力の向上、船体のコンパクト化が要望されていました。しかし、2015年の研究開発の時点では3000トン型護衛艦と称されていましたが、最終的には排水量がおよそ3割増えて大型化し、3900トンの大きさとなりました。もが御方護衛艦の基本仕様は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルの規模を誇り、世界的なフリゲート艦としても大柄な艦となっています。もが御方護衛艦の機関方式は、海上自衛隊の護衛艦として、初めてガスタービンとディーゼルを併用した複合のドタグを採用し、通常時はディーゼル、加速時や高速時はガスタービンを併用しています。ガスタービンエンジンは、ロールスロイス社の MT30 を1機、ディゼルエンジンは、MAN 社の 12V283-3D を2機搭載しており、軸出力は7万馬力を発揮し、速力30ノットで航行します。また、もが、御方護衛艦は、従来の艦艇に比べ、大幅にステルス性を考慮した設計になっており、
レーダー反射弾面積 RCS の低減を意識して、主戦隊や上部構造に傾斜角がついており、全甲板からのナックルラインが飛行甲板まで伸びています。さらに、上甲板の配置は、従来の艦船にある魚雷発射管やミサイルなど、電波を受けやすい機器などの装備品の張り出した部分を艦内に配置し、従来は上甲板に設けられていた暴露部の通路が廃止されています。このように、モガ、ミ型護衛艦は、対艦ミサイルなどに探知されにくいステルス性の高い形状となり、船体のカラーも、低したため姿勢を重視した灰色でレーダーに映りにくく、徹底的にステルス対策された護衛艦となっています。日本周辺のモガ2型護衛艦と同規模の艦艇を見てみると、中国海軍の 054A 型と呼ばれている航海2型、ジャンカイ型フリゲートや、ロシア海軍のアドミラルゴルシコフ級フリゲート、22350型フリゲートがあります。2023年1月4日には、ロシア海軍の最新鋭のフリゲート艦である、アドミラルゴルシコフ級フリゲートのネームシップである1番艦のアドミラルゴルシコフが、極超音速兵器のツィルコンを搭載して航行に出たことが報じられました。この、極超音速兵器のツィルコンについて、ロシアは、射程距離で 1000km 以上、飛翔距離はマッハ9以上のために迎撃は困難であると主張しています。ロシアのプーチン大統領は、アドミラルゴルシコフが、極超音速兵器のツィルコンを搭載して航行することで、ウクライナ戦争で対立しているアメリカをはじめとする北大西洋条約機構、NATO に対して牽制する狙いがあったと思われます。ツィルコンを搭載したアドミラルゴルシコフ級フリゲートは、基準排水量が4500トン、満載排水量が5400トン、全長が135メートル、全幅が、16メートルの規模でありもが2型護衛艦と大きさの違いはほとんどありません。しかし、海上自衛隊のもが2型護衛艦とロシア海軍のアドミラルゴルシコフ級フリゲートの大きな違いは、その主兵装で、前者が最大で VLS 垂直発射艦を16セル搭載可能で、後者は倍の32セルを装備しているということです。モッカ、ミ型護衛艦は、兵装の面から見ても、その特徴は、水上戦闘艦として重武装に振らず、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装と、機雷の除去と、施設の能力を付与された多用途艦であるというところでしょう。そのバランスの取れた兵装について、ですが、対空兵器としては、シーラム近接防空ミサイルシステムが1機、62口径5インチ砲、127mm 単装砲、1機が搭載されています。この62口径5インチ砲は、目標の捜索から探知、追尾等を行う多機能型レーダー、OPY-2 によって射撃式が行われます。そして、対艦兵器として、1二式地対艦誘導弾を、ベースとして国内で開発、運用されている、1七式艦対艦誘導弾 SSM-2 の4連装発射筒2機が搭載されており、さらに、日本の海上自衛隊で調達、運用されている遠隔操作式の無人重火砲塔、RWS の水上艦艇用機関銃火遠隔操作型の 12.7mm 機関銃装備型を2機搭載しています。対戦兵器としては、324mm 3連装単魚雷発射艦が2機搭載されています。このように、多くの任務をこなせる、モガ2型護衛艦ですが、乗員は、わずか90名と少なく、毎級とされる、アブクマ型護衛艦の乗員は、120名で、モガ、2型護衛艦は、これよりも、はるかに艦隊が大型化しているにもかかわらず、約90名と非常に少ない人数での運用が可能なほどに消費と化が図られており、消費と化に伴って、モッカ、ミ型では、クルー製の導入が予定されています。これはもが、ミ型護衛艦3隻に対して、4組の上艦クルーを配置することで、3組が上艦している間は、残り、1組に休養を取らせるという交代制のシステムで、定期検査や修理などに対応しながら稼働席数を確保できるだけでなく、乗員の休養期間が確保されるというわけです。今後、少子高齢化傾向は、ますます加速する上、
慢性的な人員不足に直面している海上自衛隊にとっては、その数であっても必要数を充足させることは容易ではなく、そういったことを見越し、省人化を実現した初の護衛艦となっています。もが新型護衛艦の今後、建造される艦のすべての偽装が同じ時期になるように計画されており、これは海上自衛隊でも初の試みだということです。